どうもこんにちは、ジャリフタスタジオのライアンです。今日はですね、 4C について話したいと思います。日本のジャンプサッシに通っている方がしているはずですが、この 4C は曲の頭文字が C から始まる4曲です。で、この 4C だけでどの日本のジャンプセッションでも参加できるはずです。で、よくある質問は、ソロを弾くときに何を弾けばいいか、何のスケールを使えばいいかっていう質問がよく出てきますね。この動画でどうやってこの4曲を学んだらいい、どうやって必要スケールを練習すればいいか、簡単にお話したいと思います。じゃあ最初はこの4曲を紹介しますね。はい、この4曲ですね。シシストラット、カメリオン、カントロバイランド、あとチキンですね。この4曲知ってますか？聞いたことあるかもしれないですが、念のために下の方に、原曲をリンク載せますので、ぜひ聞いてください。で、もしスケールの使い方を本当に身につけたかったら、この4曲から始まるのは本当におすすめです。で、それでどうやってどこまで学んだらいいかご説明しますね。で、最初はステップ1、メロディとコード進行を暗記していきましょう。まあ確かにコード進行を学ばなかったら何も悪いぶできないはずですね。でも、メロディも学ばなかったら、その曲の雰囲気とか、テーマとか、ちゃんと理解できないので、メロディもちゃんと学んでください。本当に大事だと思います。なので、コード進行とメロディを正確に学んでいきましょう。じゃあ、ステップ2に行きます。必要スケールを暗記していきましょう。まあ、使えるスケールが確かに多いと思いますが、何のスケールが大事か3つのレベルに分けますね。最初はレベル1ですね。まあ、マイナーペンタを触ったことある方が多分多いと思いますが、メジャーペンタトニックはなかなか使えない方が多いかもしれないんですね。なので、ベースとしてこの2つのスケールを確認してください。じゃあ次はレベル2ですね。ミクソリジオンとドリアンですね。さっきのレベル1のスケールに比べたら入ってる音が多いですが、もうちょっと面白いアドリブができますね。で、それでこれまでとりあえず十分という生徒たちがいるはずですが、本当にどこまで面白いスケールを学べるか興味がある方がよくいると思いますので、このレベル3のリストもありますね。この3つはすごいですね。オルタード、リディアンドミナント、あとディミニッシュです。この3つのスケールをなんかスパイスとか調味料とかみたいに使った方がいいなと思います。なんでかというとですね、ちょっとだけあちこちに使ったら本当におしゃれな音が出られますが、使いすぎたらちょっと、この人何してるのみたいな気持ちになりますので、本当に気をつけてくださいという動画でしたね。もうちょっと詳しい動画のシリーズを作ろうと思っていますので、もし興味があればぜひコメント欄で教えてくださいね。あとですね、最近はピアスコーと mymusicsheet.com にタブを公開していますので、もし興味があればぜひそっちにご覧ください。じゃあそれで今日もありがとうございました。次の動画よろしくお願いいたします。 See you later.